金沢の皆さん、スポーツ観戦を楽しんでますか？金沢のプロスポーツチームは新しいシーズンの戦いをすでに始めています。バスケットボールの B3 リーグに所属する金沢サムライズは1月から2020-21 シーズンの戦いを始めました。サッカーの J2 リーグに所属するスウェーデン金沢は2月末から2021シーズンの戦いを始めています。そして BC リーグに所属する石川ミリオンスターズの戦いがいよいよ4月から始まります。その石川ミリオンスターズのホームスタジアムといえる金沢市民野球場がこの度リニューアルします。観客の皆さんや選手の皆さんにとって便利な設備が整えられるそうです。今回は金沢市民野球場のリニューアルポイントを詳しくご紹介します。まずはスポーツ振興課の越山八重さんに金沢市民野球場についてお聞きします。金沢市民野球場は城北市民運動公園の中にあり、1990年平成2年に完成いたしました。内野席7000人、外野席3000人、合計1万人の収容が可能で、 LED スコアボードやナイター用の照明設備を備えています。球場では高校野球や社会人野球などの公式戦のほか、2007年からは石川ミリオンスターズのホームゲームが行われています。何か市民野球場でのエピソードってありますか？そうですね、1990年の市民野球場の竣工記念で行われた日韓親善高校野球大会において、星稜高校の松井秀喜選手が金沢市民野球場の第1号となるホームランを打ちました。このボールは金沢市スポーツ遺産に認定され、金沢市総合体育館に展示されています。歴史がある野球場なんですね。はい、完成から30年が経過し、現在リニューアル工事を行っております。今回はそのいくつかをご紹介したいと思います。まずは観客の皆様にとってのリニューアルポイントをご紹介いたします。こちら正面玄関入り口の受付に近い扉になります。これまでの開閉式扉から引き戸に変わりました。そしてこちらの展示タイルは駐車場からこの先の受付まで続いています。こちらの受付の窓を大きくいたしました。そしてカウンターの位置も低くしております。車椅子の方でも大変ご利用しやすくなっております。これなら障害をお持ちの方もスムーズに受付をすることができそうですね。次のリニューアルポイントは？こちらの奥には、記者席がございます。今回その一部をリニューアルしておりますのでご覧ください。まずはこちらです。授乳室が設置されました。こちら授乳室にはこれからベッドとソファーが設置される予定となっております。優しい色合いの空間で安心してご利用いただくことができます。続きまして、お隣多目的観覧室になります。多目的観覧室は段差なく入れますので、車椅子の方などにも試合観戦を楽しんでいただくことができます。これらのお部屋のご利用をご希望の場合は、大会主催者または市民野球場へお問い合わせをお願いいたします。授乳室と多目的観覧室の近くには多目的トイレもございます。続いては市民野球場の2階にやってきました。こちらではどんなリニューアルが行われましたか？はい、ご紹介したいのはトイレです。
三塁側の女子トイレにやってきました。こちらです。これまでは女子トイレの入り口は1箇所のみとなっており、大変混雑いたしました。今回は拡張し、出入り口を2つにすることで混雑緩和を目指しております。それでは今から私が個室に入りますので、ドアに注目して見ていてください。ブルーのサインが見えなくなりましたよ。星山さん、これはどういうことですか？はい、これはブルーのサインが見えているときは空きということで、見えないときには使用中ということになります。トイレの空間に入るとすぐに空き状況が分かる仕組みになっています。これまで女子トイレでは当たり前だった設備が男子トイレにも設置されました。それは何でしょう？こちらは男子トイレになります。その設備はこちらです。こちらおむつ交換台になります。こちらでお子様のおむつを交換することができます。こちらのマークがついているところにはベビーチェアも設置されています。子育て中のご夫婦には嬉しいリニューアルですね。トイレの数が大幅に増えました。特に女性用の個室が11増えました。このほかグラウンドコンディションの向上を目的として、全面人工芝に改修します。金沢市民野球場のグラウンドが人工芝になることのメリットを最もよく知る、石川ミリオンスターズの楠林雅也選手に伺いました。そうですね、メリットとしては、土のグラウンドでってなると、ボールが急に跳ね変わったりだとか、っていうことが起こるんですけれども、人工芝のグラウンドだとそういうこともあまり起きなくなるかと思うので、守りの面では非常に動きやすくなるかとは思います。さらに土のグラウンドよりは水に対しての耐性も強いとは思うので、朝方少し雨が降ったっていう程度ではおそらく試合もできると思うので、日程が詰まったり雨で流れてっていうのが少なくなると思います。新しく選手ロッカーが作られたことについては、試合中であったり、練習と試合の間であったりっていう時にしっかり自分のパフォーマンスを出す準備ができると思うので、非常にいい空間になっていると思います。改修された野球場を観客として利用する皆さんに向けて一言お願いします。スタンドであったりトイレであったり、いろんなところの改修工事をしていただいているので、金沢市民、石川県民の皆様も気軽に足を運んでいただければと思います。新しくなった金沢市民野球場は4月1日から利用が開始されます。ぜひ多くの市民の方にスポーツ観戦などを通してリニューアルされた金沢市民野球場の素晴らしさを体感してもらいたいですね。